定じゃなかったみたいね。ダッシュ中黒オメガ中黒アクサングラブ。ラジオ日本、土曜、日曜競馬実況中継アットマーク競馬1422弥生賞レース後のコメント一着マカヒキルメール機種。怖かった。した。悩み出したんだなということは今日は相当余力を感じ取ってんだな。里野は誰が乗るんだ、タケルちゃん乗せてもらえよ。ダイヤモンドを捨てるとか W。友近厚生調べ教師、嫌から震えた震えた。強いわー。初めて目いっぱい走ったから肺の方が心配、すぐ検査にかけるよ。心配やー心配やー、急ぐからごめん。里見と金子かどっちがいいかなー、ぼう。福永、皐月賞ではどちらの馬に乗るのかまだわかりません。八阪神で乗ってろ。どちらもノーザンファームの馬だからな、とりあえず勝見と念入りに相談はするだろう。タケル、エアはマイル狙いに切り替えましょう。あ、早く決めてくれないと困るよ。あ、皐月賞はマカヒキでダービーは里野に乗りたいんだろう。さすがに如月から直行ではいくら里野でも今日乗ったマカヒキには勝てない。それだけ見るとマカヒキに乗りそう。実際あんまり言いたくないけど、アグネスタキオン&ゴールドの買わないの時みたいにどっちかが無念の故障って可能性もあるし、今から絶対00です。いくらノーザンの馬だと言っても里見と金子で違うんだから、里のドタキャンされたら里見激怒あるだろ。そこは勝見が相応の代替騎手を用意する算段だろう。豊沢は一重なる勝見の使い走り。ダービーはこの馬やな。F、俺はどっちでもええよ。ゆすれるのは仕方ないな。しかし選択権があるとすれば贅沢な悩みだな。里野は捨てて金子や。里見と金子だろ。馬主の格は金子が圧倒的だが、里見は修られたら二度とルメール乗せなさそう。贅沢な悩みだ。福永な、なんだって。ああ、 8-9 分はエルコントグラスより難しいかも。同じディープ3コマだし、実際残ってんのは戸崎か福永かぐらいだよな。アグネスゴールドとアグネスタキオンどっち選べって言ってるようなもんだ。里野なんて福永乗せとけ。 W、 エルコン、グラスタキオン、ゴールドマカヒキ、ダイヤモンドフエー。タキオンとゴールドは悩まなくね。馬主も一緒だし、普通はマカヒキ乗るだろ。リオンやエアスピに勝ったんだから里野は強いが、まだ本当に強い馬とやってないのがね。現時点で決まってないならどう考えてもマカヒキ選ぶだろう。友道なら内田ありそうだな。27戸崎はハートレ、これは的場のグラスワンダーとエルコンドルパサーぐらいの気持ちなんかね。35その2択は実力伯仲でも何でもないし、的場も兄エルコンドルパサーの方がはるかかにのぼなのは分かりきってたから即決だった。ただ嫌常識で考えてここでマカヒキ選ぶ理由ないだろ。里野とマ